なんですけど、今さっき帰ってきてもうヘトヘトですねヘトヘトでございます。そうですね、うまくいけたんじゃないんですかねうまくいけた気がします。そう、タワー来たん。すごい、何タワーこれ。ジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、タワーだ、ありがとうございます、嬉しい、初めて見たそのタイプのタワー、ありがとうございます。お疲れたわ、ありがとう。もうなんかさ、風すごすぎてさ、あんなに巻いてたのにもうなんか巻きも取れちゃって、もうもう無残な姿になってますね。そう、外ロケというか、そうですね、ロケでした。めちゃめちゃ風強かったし、あと雨も降ってたから、なんかもう湿気で、湿気という湿気で、寒かったよね今日。なんか東京かと思ったよ、寒すぎて寒すぎてちょっと東京かと思った。東京も風強かった。東京も風強かったですか。明日寒くなるの。でも明日帰るんだけどね。そうですね、ケープとかもあんま持ってってなかったから、もう髪の毛が、てか風強かったから、なんか髪の毛結んでいけばよかったなって思った。なんか全然そんな頭なかったです髪の毛結んでいけばよかった、本当に。っていうかもう髪の毛が明るくなってきていますね。美容室行かないとだ。美容室行かないと。髪の毛明るい。でも本当になんかね、皆さんのおかげで本当に本当に、これ30分番組なんですけど、なんか一つのワンコーナーとかじゃなくて30分まるまる、確か多分3分4分違う映像が多分挟まれると思うんですけど、それ以外は30分まるまるこの瀬底島のロケの様子が放送されるので、まだ放送日は私は分かってるんですけど、大々的には言われてないのでまた分かり次第言うんですけど、そうなんかね、 TVer とかで見れるといいですけどね、ないかな。そう、30分番組なんですよ。結構出ずっぱりです
出ずっぱり、ずっと出てると思います。でも髪の毛がすごい心配、もう風が強すぎてもう髪の毛がもうファーファーファーみたいな感じだったから、すごいね髪の毛だけがなんか心配だね、とてつもなく。YouTube でもダイジェスト版を配信って書いてあるけどね。ね。でもね、ダイジェストだからさ、こう全部を見れるってわけじゃないじゃないですか。だからそれがちょっとあれですよね。全部見れたらいいけど。弟？元気だったよ。リュック持ってないよそんなに。フルサイズで見たい方はその期間沖縄に来てもらうか、なんか沖縄にいる友達？とか沖縄にいる知り合いとかに見せてもらうからね、皆さんが。どっちかかな。サンドイッチをもらったんですよ、ヒルトンのサンドイッチなのかは知らないけど、そうサンドイッチもらったの。なんかその昼ロケで、昼ご飯なんか食リポみたいなのやったんですけど、食リポやったからなんか食べれなくてもらったサンドイッチを、そう食べれなかったから食べよう。まだね夜ご飯を食べてないのでいただきたいと思います。あ、なんか普通に弁当なんですけど、ただの弁当なんだけど、そうヒルトンで食べたんですよ。そうだから夜ご飯にっつって食べます。いただきます。お腹すいた。ハムチーズ、ハムトマトサンドイッチ。ちなみにエビグラタン持って帰ってきたから、エビグラタンもある。おばあちゃんち行きましたよ。何の連絡もしないでおばあちゃんち行きました。おばあちゃんのそこまで入れたわけじゃないんですけど、
お土産渡して、ばあちゃんファンクラブ入れました。ばあちゃん無事ファンクラブ入会しました。無事入会完了。意外とスマホとか使いこなくそう。私がもう全部教えました。これはこうやって、これはこうやって、これはこうやるんだよって説明してきた。1から10まで。親も入ってると思います。おばあちゃんと思う、ちゃんと。おばあちゃんは一回説明したら全部メモってるから、分かんないとなることはあんまないと思います。お話し会は参加しないだろうね、別に。電話できるもん、いつでも。マニュアルというか説明書と。あと今日ファンクラブのあのなんだっけ、ファンクラブの Q&A っていうやつを初めて更新したんですけど、見た？見てない？なんか私に質問ができるんですよ、実は。ランリーに質問ができるんですけど、もう インスタに明日、あ、そう、今インスタグラムのストーリーでも質問箱、質問コーナーやってるので、インスタグラムの方にも質問してみてください。 Q&A はなんか質問者さんのやつを押したら
と私の質問が出てきます。ちょっと分かりにくいんですけど、そう、質問をクリックすると出てくる式のと、名前がどうしてもご質問者さんの名前が出てしまうから、本名とかなんか、いや、なんかあんまり表示されると良くない名前とか出しちゃうとあれなので、なんか名前はね、皆さんでちょっとなんか考慮しつつやってくださいね。そう、名前わかるから、名前嫌なら匿名とかでも全然いいし、そう、嫌なら匿名って書いた方がいいかもね。匿名さんで、待ってください。あとまだファンクラブ入ってないなって人は、入会者募集中なので、ぜひぜひ。ウロホコのゴーフマフ、なんかね、ファンクラブね、時間帯が難しいんですよね、すごく。なんか私大体夜に更新したいんですけど、当日更新するとなるとね、夜ってね、難しいんですよね。あの、ちょっと、いろいろあって。なんか昼とかだとさ、分かりにくいじゃん、更新したの。分かんないけど、メール届いてるから大丈夫なんかな。私のやり方的に昔からなんか夜に送るっていうやり方だったから、すごい、なんか昼にメール行くのがなんかね、すごいあれなんですよね。いいのかな、別に気にしない。今度のお話し会に沖縄から参加するけど、会社夜だから海とかで待つことができないよ。優しい、ビラに海を見せてくれようとしてるの。確かに夜だと厳しいね、海だと。確かに。てか、お話し会参加するよって方どれくらいいますか？オンラインお話し会。私参加しますって方。あれ一人しかいない説。二人。二人しかいない説。人数把握してない、してません。
なんか曜日間違えてて申し込みできませんでしたみたいな人もいたな。全然大丈夫だよ。ちなみに27日もあるから、また気になったら27日も話しましょう。不参加悲しい。なんで ランディのファンクラブ、宮里リーダーファンクラブってヤフーとかグーグルで検索したら多分一番上に出てくるので、そこから入会できます。それか私のツイッターに飛んでいただければファンクラブの URL 貼ってるので、そこから行けます。という感じです。なんか毎月やろうとしてるから今のところ。月に1回はランディとおしゃべりできるっていうことで。うん。行こう。今のところね、もう参加人数一人とかだったらやんないですけど、分かんない、毎月やりたいなって勝手に思ってるだけです。毎月できるか置いといてね。寒いんだけどこの部屋。トークイベントは自分から言い出したよ。オンラインは無理。なんで？もちろんリアルで会えるイベントもやりたいですけど、やりたいけどね、今の時期は無理よ。増えてるし無理とかあんま言いたくないけど、昼間ね、昼間がいいですよね。私も夜だったからびっくりしたけど、昼がいいよね。いつかビーチパーティーのイベントもやろう。ランディと話したら多分心臓が止まる。止まんないよ、大丈夫止まんない止まんない、全然止まんないよ。普通の人間なんで大丈夫。わかるって、大丈夫だよ。
まず私と話すにもね、FC 会員にならないといけないので、ちょっと加入していただければ。嬉しいでしょ。まあでもいつかね、リアルイベントもねできることを願うだけですね。継続特典、継続特典、例えば。でもあんまりなんかできないんですよね、そういうの。なんかちょっといろいろあって、ファンクラブ継続1年でサインプレゼントとか、なんかやらしくないですか？わかんないけど、多分やると思えば全然ね、そういうのはできると思うけどさ、10年でリラと結婚できる、10年でリラと結婚できるって言ったら、ダメだよ。10年なんて言ったら10年多分ね、いる人いますよ、結構。50年なら50年。とりあえずね。リアルイベントか。やめなさい。やめて。まあね、とりあえずなんか毎月何かしらできたらいいなっていうふうには思ってますね。思っておるよ。ねえ、やめてみんな。もうそんな話、そんな変な話しないで。ダメ。最近ね、最近仲間入りした指輪です。新大久保で買った、新大久保で買いました。可愛くないっすか、星。星を買いました。そう、なんかね、なくしちゃうからさ、アクセサリーとかあんまり増やしたくないんですけど、そう、なんか可愛くて買っちゃいましたよね。可愛くて買っちゃった。いや、全然ワンオペです、ワンオペ。
乃木坂アバター増えてきたな。乃木坂アバター、何それ、ランリーアバターにしてよ。誕生石アクアマリンなんだ。私ですか、ブルーのやつですよね。私さ、ブルー好きなんですよ。パステルブルーとか好きなんですけど、なんか私の誕生、なんか最近さ流行ってるやつあるじゃん、なんか自分の誕生日の色みたいな、なんか人それぞれ誕生日に合わせてなんか色カラーがあるみたいなやつあるじゃないですか最近。きっとあるはずなんですけど、それで私確か パステルブルーなんだよね確か。そうパステルブルーだったので、私最近ブルー系めちゃめちゃ好きだからさ、なんかあ、自分ってブルーなんだなって思いました。私今日着てる服もブルーだし、ブルー、自分にブルーは合ってるんだなって思った。そう、他の日のだからありますよ、皆さんの誕生日食というか、皆さんにもありますよ。気になった方調べてみてください、自分の誕生日の色を見てみて。今日の服似合ってる？やった、ありがとう。リッチーよ、そう言ってもらえて嬉しいです。なんか最近なんかね、パステル系をすごく手に取っちゃいますね。パステルなんとか、パステルなんとか、パステル系本当にめちゃめちゃ買っちゃう。買っちゃいますね。その占いってどこで見れるの？なんか多分調べたら出てくると思うよ。誕生日色ってやったら多分出てくると思うよ、自分のやつが。なんか全然何これみたいな色とかもある。そう、誕生日色、誕生日色、バースデーカラーってやつ。
バースデーカラーで調べたら多分出てきます。私は330だからパステルブルー。でもあれですね、なんかさ、その誕生日が近い人とかはなんか色若干似てるかもしれない。例えば3月29日だったらスプレーグリーンなんですよ。で3月28日がペールアクア、3月27日がオパールグリーンって、なんか色がなんか似てますね。近い近しい人とかだと。だからなんかピンク系の人とかは多分その前後でなんか色が似てると思う多分。嬉しい、パステルブルー。これ何を基準に決めてるんだろうね。でも何を基準に決めてるんだろう。でもピンク系も可愛いね、すごく。私ね、繊細茶すごいすごいな、繊細茶って。繊細茶、えんじ色とかあるね。えんじ、すごいな、これでえんじって読むんだ。これあ、これでえんじって呼ぶらしいですよ。7月22日の誕生日の方、えんじ。エビ茶とかある。エビってこんな色してなくない？すごいね。なんかね、誰が決めたんだろうね、これ。これ何のサイト？バースデーカラー、誰が決めたんだろうね、これ。でも見事に色が全然違いますね。いっぱいあるね。でもきっと300食目くらいからネタ切れになったはずね。だって意味わかんないのとかもありますもんね。物忘れ臭い色とかありますよ、2月15日。物忘れ臭い色って読むのか知らんけど、忘れなさ、ん、忘れな草、忘れな草色だ。物忘れじゃなかった。おかしいね。忘れな草色だって。可愛いブルー系なんだけど、忘れな草色だって。ね、確かに前からある呼び名なんですけど、え、調べてみよう。忘れな草色ってちょっと調べてみたい、普通にシンプルに。忘れな草色、あ、でも忘れな草色って調べたらちゃんと見て出てきたよ。忘れな草色、かわいい、忘れな草色。なんか2月15日の人かわいいね。忘れな草色だって。私の色もかわいいけどさ、ターコイズブルー。
可愛いけど。忘れなぐさ色ってなんか名前がおしゃれで可愛い。ライラック、ライラック、ライラック色っていうの？え、それとも何、バースデーカラーにライラックがあるかってこと？あるんじゃない？ライラックっていう花があるんですけど、そのライラック、そのフランス語、ライラックをフランス語に直したらリラって言うんですよ、その花の名前。だから私って花の名前なんですよ、リラって。そう、リラちゃんって実は花の名前なんですよね。10月31日が連絡だ。そうなんだ。なんだっけな、自分の名前の由来忘れちゃったんだけど、なんだっけな。その花を使ったグッズとかも良さそう。でもね、ライラックってね、北海道にしかないんだって、日本だと。なんか、わかんない、聞いた話によると、寒い地域でしか、なんか、そう、なんかできない、なんか、寒い地域でしか咲かないんだって、わかんない、昔聞いた話だけど。だから一度は見てみたいんですよね、ライラック、リラの花。紫ハシドイって言うんだ。え、でも葛西臨海公園に咲いてるじゃん。別名リラ、英語のリラをフランス語ではリラと呼ぶことから、フランスでリラの咲く頃とは一番いい気候のことを指す。だって開花時期は4月15日から5月5日だって。4月から5月ぐらいが咲き時らしいよ、私の花って。花言葉ってなんだろう、調べてみよう。え、そっか、リラ、自分の名前って花の名前だから花言葉あるのか。え、なんかさ、プロポーズするときに、プロポーズされたときにさ、自分の名前の花とかもらったらさ、なんかすぐ好きになっちゃいそう、私。これを聞いてる人だったらダメだからね、これ。聞いてる人がやったらダメだよ。だってさ、リラってさ、言う花があるなんて分かんないじゃん。なんか桜とかさ、なんかゆりちゃんとかさ、なんか何がありますか、あとバラちゃんとかさ、なんかそういうね、なんか分かりやすい花の名前とかだったらさ、そのね、分かるけどさ、リラっていう、リラって花の名前だと思わないじゃん。自分もさ、あの花の名前っていうことを忘れてここまで来てるので。どういうこと？花言葉金儲け、やだよ、やだ。ライラックの花言葉は思い出、友情。紫色のライラックの花言葉は恋の芽生え、初恋。
白いライラックの花言葉は青春の喜び無邪気だって。だからあれだよね、紫のライラックを渡されたらなんか僕の初恋でしたおもろ、僕の初恋はリラですとか言われてさ渡されたらさ、なんかおもろくねおもろ。面白いですね。そういう花言葉があったんだ。ライラックの全般的な花言葉は思い出、友情、謙虚だって。ライラック、どんな香りするんだろう、どんな香りって調べてみよう。あ、でもライラックのディフューザーがある。どんな匂いするんだろう。ライラックブロッサムっていうディフューザーがあります。なんか誕生日にこれもらったらさ、なんかおしゃれってなるか、めちゃめちゃしゃれてんなってなりそう。でもライラックの花は優しく甘い香りだって。香水の原料としても人気がありますが、香水としてなかなか生産できないため希少価値の高い香りだと言われています。またライラックは枝を切るなど成長が止まりやすいって書いてる。そうなんだ、甘いんだ。私最近甘い香り好きだから絶対ランリーが好きな感じの匂いかね。さらにフランスではライラックの花がハート型になっていることから青春のシンボルとされ、大切な人へのプレゼントに喜ばれる花としても有名です。だって。またライラックの花は先が4つに切れ込んでいます。しかし中には5つに切れ込んでいるのもあって、それを見つけると幸せになれるとされています。なんか四つ葉のクローバー的な感じかな。北海道では毎年5月に札幌ライラック祭りが開催され、約400本のライラックを楽しむことができます。だって行きたい、行こうかなやっぱ札幌にあるんだ。ライラックの花びらの香りには心を落ち着かせる効果があり、不安定な心を和らげリラックスさせてくれます。また新陳代謝も高め、ダイエットにも効果的、女性にとって嬉しい効能があります。あ、ライラックといえばこの香水、待って、ディラがさ昔使ってた香水がさ、ライラックの匂いの香水らしいんだけど、ランバンっていう香水がライラックといえばライラックの匂いなんだこれ香水そうなんだ、ライラックってあんな匂いなんだ。ライラックと金木犀って書いてる。なるほどね。偶然、なんか親があげるっつってもらった香水もないんだけど、結構前のやつだから。でもランバンの香水ってすごい有名な香水なんですよ多分。なんか本当に当たり障りのない、なんか
多分誰もが好きそうな匂い。これライラックの匂いなんだ。本当にね、万人にランバン有名ですよね。次なんかでもランバン、そうなんか香水なんかいっぱいあった時に行ってみて、なんか気になる人に寄ってみてください。多分ランバンは、ランバン臭いっていう人なんていないと思う。本当に好きなんだけど、なんか匂いがねずっと続くわけじゃないから、私はあんまりなんかいい匂いだなって思うけど、なんかもう一回買おうとかにはならなかったけど、でもこれ自分の鼻の匂いなんだって思ったら、ちょっとまた使ってみようかなってなんかなりますね。ちょっとちょっくら、まあね、結構ねいい匂いだからね。でも自分のこのライラックの匂いのあれ使ってみたい。ディフューザー上がってる。ちょっと2分くらい待ってたね。もう横になった、何なの。何の話してましたっけ。してたっけ。ライラックの話だね。ねえ、ライラックのディフューザー買ってみよう。売ってる。ライラックどこにある。でも可愛いライラックのお花って、可愛い可愛い。ハート型に見えるってなんか分かる気がするかも。でもね、暑いところでは絶対ダメなんだって。だから沖縄では絶対ダメなんだ。沖縄だったら絶対的に無理なんだ。ブーケトス？ライラックの花で。ねえ、なんかやだ、なんか汚い。ちょっと言っていいですか。暖かい地域ではうどんこ病が発生しやすいようです。うどんこ病って何って感じだよね。植物の葉などに粉をまぶしたように白くなるのがうどんこ病です。
うどんこ病は5月から6月と9月から10月に発生しやすい病気で、初めはポツポツと白く粉を吹いている感じに見えますが、悪化してくると歯の全面が真っ白になっていき、植物全体に蔓延する。ララ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 、だって。ライラックの栽培のポイントで気をつけなければいけないこと、うどんこ病にならない。見て、でもライラックっていっぱいあるらしい。充電器があれなんですけど、見て、いっぱいある。なんか色が白、赤、桃、紫、いっぱいありますね。いっぱいある。でもね、やっぱり札幌にしかないっぽいね。で、札幌では市の花に選ばれてるほどだってよ、ライラック。なぎちゃんは知ってんのかな、ライラック祭りとか。やば、リラのご飯が来た。ランリーのご飯が到着しました。ご飯いらないって言ったけどご飯いらないって言ったんですけど、私親にフーチャンプル食べたいから作ってって言ったら作ってくれた。写真撮るよ。ということで、フーチャンプルでーす。フーチャンプルとわかめの味噌汁と白米味噌汁付き、いただきます。いやね、なんでフーチャンプルが食べたくなったかというと、自分でいつでも作れるくせになんで食べたくなったかっていうと、今日ホテルのビュッフェ朝食に行った時にフーチャンプルがあったんですよ。で、珍しいなと思って、朝食でなんかゴーヤーとかじゃなくてフーチャンプルだったの。そう、あって珍しいなって思って、そう食べようって思って食べたらめちゃめちゃ美味しかったの。 めっちゃ美味しかったから、美味しかったんだけど、なんかそこまでゆっくり、もうダメ iPad、 おっか海鮮がチャンプルとか言わんで、もうダメ、もう iPhone にしたよ。 iPad 終わってます。海鮮がチャンプルーってまあまあおもろいまあまあおもろい。なんか、ふん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 、やっぱフーチャンプルーって作る人によってめちゃめちゃなんか作り方というか変わるね。うん、私ふりかけはあまりかけない派ですね。
風格はもう隠ない。白米あんま食べないから、うん、美味しい。なんか優しい味がしますね。優しい味がするよ。あ、ジェンフナさんへ。ご飯食べたらお歌を歌うんですけど何がいいですか。何が良いか。突然でラブミーないの。歌いたい私も。多分ない。ない。ないの。ピエンだよね。心のなんとかのソファーね、わかんないんだよね、私が。ねえね、ランディがわかんないの。てかね、言ったっけ私、パリピなんか予定あるらしくて会えなかったって。言いましたっけ。桜のしおり？オッケー。そう、会えなかった。言ってあるらしい。泣いちゃうね。また会えないよ。何してんのこの人。うわ、遊んでるやんこの人。パリピ遊んでます。パリピを遊んでるこの人。でもね、もう一人友達がいて、その人に連絡したら。暇人らしくて空いてるらしい。あ、桜のしおり？オッケー。
暇人だって。でもね、言うて帰りますから、でも私帰っちゃうから。前髪切ろう、美容室行こう。髪が明るい。大学生、確かに休みなんかだもん。休みなんかな。大学辞めちゃったから分かんない。でも明日も雨だってよ。今も雨降ってるし、多分でも2月3月は結構雨降りって言ってた今日。雨が多いって言ってましたね。この味噌汁めっちゃうま、めっちゃうまなんですけど。歌うか。母のなんかわかめ好きなんですけど、私わかめシュープ、わかめシュープです。桜の島とかいつぶりに歌うんだろう。歌う機会もそうそうないですよね。そうないよね。ということで歌いたいと思います。どうぞ。春のそよ風がどこからか彩りを着替える。喜び
ということで、またねー。さよならみー。バイバイ。